ていくセンター、そして追いついた藤原、追いつきました。これで低めに投げられるとちょっと厳しいんですけど、セカンド追いついた、一塁はセーフだ、ヘッドスライディングを内野安打、さあ大をつなぎました。ピッチャーライナー佐々木朗希、これ素早い身の殺しでした。続けてますかね、右中間です。これは右中間の打球はダイブ、岸でした。昨日は西川、そして今日は岸、昨日西川が岸さんに褒められましたって言ってましたけども、今はおそらく西川が岸さんですね、はい、左中間西川、西川が左中間、西川が追いついたか、これは来ますね、見事なプレー、西川が掴んで、これで3アウト。8番の松本剛からです。サードの前、ショートバウンドですくい上げて佐藤龍生です。9番セカンド細川、ランナースタート、タッチはアウト、小田の送球、細川を刺しました。まあ、ショートバントにはなりましたけど、はい、この清宮を打ち取った、お回り込んで一塁、間に合うか、間に合った、この先はあの難しいハーフバウンド、正面まで入りました。そうですね、前に落としたんでね、はい、すぐ拾って投げることができましたね。ピッチャー前、二塁に送る、セカンドはフォースアウト、セカンドゴロ、1つアウトを取る、1塁転送、1塁はセーフになってランナーホームに帰ってきます。当たり良かったんですが、大城ボールを取ってセカンドフォースアウト、笹川ホームに帰って6対1、うまく捉えた試合で、ね、投げたり打ったりしてますので、はい、1つアウトを取る、1塁転送、1塁はセーフ、ここは3塁手大里がいいプレー見せます。分かったですね、以降毎回ランナーを出しています。ピッチャーライナー弾かれて、ピッチャー取って一塁が二塁に送った。セカンドはフォースアウト。まあ、ライナー性の打球でファーストランナーダウンズもスタート切れませんでした。まあ、いい反応でしたけど ね、 ね。先ほどの回はね。初球打って三遊間。栗原取って一塁送球、坂井送球、一塁はアウトです。送球ただそれたんですが、中村家で取ってキャンバスを踏んでアウト、まあ、よく取りましたし、まあ、中村選手もね、はい、いいジャンプでしたけどね、このねジャンプして